こんにちは。今回紹介するのはウルトラ怪獣500の眼球です。こうやって見てみると本編と違ってちょっと充血はしてないですね。背中はこんな感じです。可動は腕と一応腰もこんな感じで回すことはできます。それではウルトライブしてみます。音声は眼球の鳴き声でした。この眼球はちょっと、造形が全然本編のとは違うんでちょっと残念な出来でした。この眼球はちょっと